YT-51G4 0.1 キロ刻み、はい、自動車感覚で運転できるということなんですけど、このダイヤルむっちゃ気に入りました。私運転したくなるねこれね。2024年2月の21日になりましたということで、じゃじゃーん、ヤンマーさんへやってきましたということで、あ、お名前が何とおっしゃる。三浦と申します。三浦さん、はじめまして。あの、淡野と言います。すいません、ちょっと今日撮影させてください。ちょっとね、寒いんでね、お孫ちゃんそこにいるんだけど、中はあったかいですね。またお孫ちゃん連れてきたいと思うんですけど、今ちょっと寝てるんでね、受付したんですけど、はい、お土産は、あ、帽子ですねこれね、はい、ジョンディアの帽子、これも最高でございます。ジョンディアって皆さんね、憧れのトラクターですから。あ、ちょっと野原さん見つけました。いろいろとお世話になりまして、こちらも使いたい。もうね、ガリレオタイヤすごい大反響で、いや嬉しい限りでございます、はい、そうですね、再生回数もぐんとうなぎ登りでございますが、す、ね、ちょっと雪少ないですね。そうです ね、あの本当にトラクターが走れないようなところをガリレオタイヤが走れるのかっていうのを見たかったですけど、うん、ちょっと難しいですかねやっぱり、ね、いやもう私もちょっと雪の深いところを探して歩いたんだけど、もう普通のタイヤでも行けるぐらいの雪の量になっちゃった。うちの小さいトラクターでも行けますね、あれね。やっぱりそこも試験する意味がないのか。そう、ね、こちらの方来てももう全然ダメな雪ないんで、これから1メーターぐらい降らないとね、もうそれはそれでまたちょっと、まあ、ちょっと困るんですけどね、うん、はい、またねガリレオタイヤで、まあ、面白いことありましたら、そうですね、ぜひ情報ください、はい、はい、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。すいません、野沢さんでした。どうも、はい、ということで今日の目玉っていうか、僕らの一押しはもう YT-51G4 です。 YT-51G4、 もうこれが一押し。ちょっと説明していただけますか、このトラクターのこと。ヤンマーの本社の江別の、お名前が、はい、クアイと言います。本社のクアイさんから、このヤンマートラクターの YT-51、 これについて、はい、ちょっとご説明いただきたいと思います。弊社のヤンマートラクターで昨年ですね、モデルチェンジをいたしまして、 YT-5113A だったんですが、このモデルから 5114R と R とモデルの表記が変わりまして進化しました。大変ご好評いただいております。あの無段変速部分はこれまでの通り進化してですね、搭載されております。で、具体的に言いますと、やはり十勝のお客様で言いますと、麦の管理であったりだとか、まあ、芋の管理、中間管理等々にいろいろ使っていただいていると思います。その際にですね、やはりエンジンの回転数と車速っていうのところをですね、切り離して独自にやっぱり管理したいよと、しかも細かく管理したいよっていうところが皆さんあるかと思うんですが、やはりヤンマのトラクターですね、そこあの昔から無段変速ですね、やらせていただいておりますので、 0.1 キロ刻みでお望みの速度を作れますよと。 0.1 キロ刻み、はい、あ、すごいですね。例えばスプレーヤーとかだと、逆にエンジン回転数は少ないけどそれなりの速度で行きたいよっていうこともあれば、逆に回転数高回転で使う作業でもゆっくり行きたいよっていうところあると思うんですよね。で、そういう時がやっぱりエンジン回転数と車速がちぐはぐになってしまうと、なかなか求めた通りの作業はできないと。しかもスプレーヤーなんて本当に気を使う作業だと思うので、細かい速度感覚でやっていきたいっていうところはヤンマーのトラクター、そういったところが全てできますよっていうところになってます。ただですね、ヤンマーのトラクターの中心的な考え方で、やはりよく使うレバー関係は全てこの右のレバーのところから動かせる範囲の中に集約されております。なので周辺速レバーはもちろんそうなんですけど、あとはサブコのレバー関係であったりとかも全て集約されているので、そういった操作性が優れておりますよというところになってます。あとよく言われるのはですね、このトラクター、その先ほどの無段変速もあるんですけど、やっぱり車みたいな感覚で使えますねっていうのをよく言われます。で、やっぱりトラクターって皆さんクラッチを踏んで止まる時も発進の時も操作されると思うんですよね。ただ今車もそうだと思うんですけど、オートマ限定の免許だったりとかっていうのがやっぱり皆さん求められてるっていうところになるかと思うんですけど、この、 あのトラクターですね、例えば止まる時にはブレーキペダルを踏めばクラッチが自動的に切れて停止しますよと。で、また動き出したいなっていう時はブレーキから足を離していただければ動き出しますよっていうところがありますので、やっぱりそういった部分に関しては自動車感覚のようなことで、まあ、例えば今どんどん若い方も新規収納されていて、なかなかまあ運転操作もこれからですよっていう方は当然使って乗りやすいかと思いますし、やっぱり慣れてきている方に関しても、まあ、そういった足の操作一つなくなるだけでも大変楽かと思いますので、まあ、そういったところはこのヤンマートラクター大きな強みかなっていうところになっております。すごくこう操作性がいいそうですね、はい、ちょっとこれ座らせてもらってもどうぞどうぞ乗ってください。ちょっと教えてください、どうやって操作するのかね。じゃあこのヤンマートラクター YT-51-4R をちょっと私乗させていただきたいと思います。よっこいしょ、1と、あー
こんな感じなんですね、座った感じ。なんかすごいですね、ここになんかごそーっとありますね、これね。そうですね、はい。先ほど言ってた自動車感覚で運転できるということなんですけど、まずこうやって、まあ、エンジンはかけます、はい、でクラッチを踏んで、はい、前進後進のレバーはこちらのレバーになりまして、はい、で、はい、今あのクラッチはまれたと思うんですけど、はい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 、このヤンマーのトラクター前進後進のこのレバーを操作する際にクラッチ踏む必要はございません。あ、そうなんだ。で、先ほどお伝えした通り止まるときはもうブレーキペダルをガーンって踏んでいただいたら、はい、そこまで止まります。そしたら前に出るときにはエンジンをかけます。そしてこれをビュッと前にやったら、はい、でアクセル踏み合いですね、はい、ずーっと行ったらずーっと行くと滑らかに発進して、はいはいはい、で止めたかったらブレーキを踏むと止まっていただく、はい、ここにありますレバーで要はですねちょっともう少し速度出したいなっていうときは前に倒していっていただくと増速しますし、止めたいなっていうときは手前に下げていただければ減速しますよっていう。あ、わかりました、はい、したらねまず全身を前に入れました、はいはい、したらこれが一番遅い状態ですね。遅い状態になってます。でこれをただ押すだけに、それ前側に押して、ただこうやって、はい、あ、何も握らなくていいですね、はい、スーッと押して押していただいたら増速します、そういった設定も全てこれキーオンにすると設定が変えられるんですけど、先ほどお伝えした通り 0.1 キロ単位で調整できますよ、はい、ここのダイヤルなんですけど、これそこをぐるぐるって右側に回していただくと、これを回す、はい、なんか出ましたよこれ。あ、本当だ、 0.1 キロ単位でこれがこち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 と、はい、むっちゃなんかね、あ、なんていうの、カチッカチッって感じなんですごく回しやすいですねこれ ね、 で、 ね、でカチカチカチといくとこれ 0.1 キロずつアップ、はい、で 0.1 キロずつ下がると、はい、はあ、これちょっと、そうですね、むっちゃ便利ですね、便利ですね。あ、で今度エンジン回転数の調整も今度ここれ、はい、ダイヤルに切り替えていただくと、これをパチッってやると、はい、あ、これでエンジン回転数もいくの、はい、エンジン回転数こちらですね、こちらの方に今車速の回転だったのが、あ、本当だ、動いてる動いてる、右側のこれね、はい、これがエンジン回転数で、まあ、今エンジンちょっとかけられないんですけど、あー、なるほど、あ、本当だ、回転数がどん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 、そうです、一つ、あ、これ10回転ですね、はい、これで微妙に変える、はい、で車速変えるときはまたこっちにポンってやってグリ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 ってやると、はぁはぁ、ちょっとこれ皆さんこのダイヤルむっちゃ気に入りました私、まあ、これもねすごい便利なんです ね、 ですね、このレバーギューギューってやるのもいいんですけど、はい、この 0.1 キロ単位とかエンジン回転数10ずつ、はい、これも変えるってこれはすごいね。いや本当スプレーヤーのね微妙な感じ、そうですね、はい、エンジン馬力がね、はい、あんまり回転回すと燃料もったいないし、ね、そうですね、もったいないにっていうところがあるのかと思いますので、これスプレーヤー引っ張るの最高じゃないですか、はい、はあ、なるほどね。それで今回していただくと2つ実はこれ段あったと思うんですよね、この、あ、ありました、ありました、はいはい、あったと思うんですけど、これね、A モード B モードありまして、はい、これなんであるかっていうと、はい、要は旋回の時と作業の時って当然速度とエンジン回転数異なる場合あると思うんですよね、でこのヤンマーのトラクター例えば旋回の切れ角であったりだとか、はい、作業機の上げ下げに連動させて、はいはい、A モード B モードっていうのを自動的に切り替えることができます。枕をねついたら、はい、勝手に A になったり B になったりするんだ、ことを自動的に切り替えることもできるようになっております。むっちゃ便利、それこそまた便利ですね、はい、便利ですね。なので例えばもう枕までドンといって、例えば工期作業されている場合とかであれば、はいはいはい、当然そんなに旋回の時にエンジン回転数はいらないかと思いますし、もっとスムーズに回りたいよっていう時は速度上げたいと思いますので、はいはいはい、同じレバー位置でも速度を増速したりとか、このまんまの状態で普通走ってる時にはこの A モードでね、はい、3.6 キロで走ってるけど、はい、枕行ったらこの B モードにボーンと変えれると、はい、どうやったら変えれるんですかこれは。一応この変え方なんですけど、A モード B モード自動のボタンがありまして、この自動が入ってると、例えば連動するのはこの作業機の上げ信号に連動して、はい、上げ、これ上げ下げね、これはちょい上げちょい下げボタンって言いまして、微調整できる、微調整、あ、上げ、はい、上げ下げできるの、はい、あ、すごいすごい、ちょい上げちょい下げ、はい、ちょい上げちょい下げボタンって、はいはい、あ、こんなのあんだ、はい、はい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 、なので工期作業の時とかにちょっと上げたいちょっと下げたい、微調整ここでかけられます。あ、これでできるんだね、はい、プラウとかね、ペッペッペッとこう、はい、最大値まで上げたいよ下げたいよの時はここのスイッチを使っていただくと、あ、この後ろのレバーをポンと上げるとグーッと上がって、はい、ポンと下げるとシャーッと下がって、はい、下がって、これに AB が連動すると、はい、AB 連動しますので、当然作業機上げる時っていうのは旋回の時になりますので、B モードに切り替わります、はいはいはい、で下げる時っていうのは当然作業される時なので、A モードに切り替わってまた作業モードに、これでパーンとやったら、はい、こっちが B になりました、はい、B になってるわ、そうですね、ペット下げたら、あ、 A になった、これ A モードになってます、はい、なんとちょっとまたこれ、はい、ヤンマーさんらしい、そうです、むっちゃ細かいところの使いやすさを追求されてる、はい、トラクターですねこれね、運転したくなるねこれね。ヤンマーさんって昔からエコトラとか有名じゃないですか、そうですね、エコトラとか管理作業とかね、はい、スプレーヤー引っ張る
るとか、絶対エコトラだっていう、ね、はい、方が多いんでね、はい、いや、なるほど、分かりました、はい、これが一番今回の売り、はい、売りですね、はい、ヤンマーのフラグシップのトラクターになります。そうですか、はい、分かりました。ヤンマートラクター YT5114R YQM3、はい、と定価はですね1460万、2500円、まあ、ここから少しは勉強していただけるんですね、はい、分かりました、はい、福谷さんどうもありがとうございました。いや、もうよく分かりました。ありがとうございます。これちょっとね、皆さんに紹介させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。おまごちゃん、おまごちゃん、これ飛行場着いたぞ、千歳空港。うーってバス走ってる。これ気に入ったんですか、この靴。気に入った、むっちゃ気に入ったよね、おじじ買った靴ね。これ履いてね、東京行くんで、東京行ってらっしゃい、おじじ送りに千歳空港までおまごちゃんと来ました。むっちゃ気に入ったね、この靴ね。うん、これ履いていきましょう。このおまごちゃん履かせろってさっきから。珍しいね、あなた靴大嫌いっていう人が履きたいの、そうやって足出して。はい、わかりました。はい、おまごちゃんかっこいい、これ靴やった。二号くんも東京行きます。泣かないでくださいね、東京行ってもね。うん、泣かないでよ。よしよし、なんか泣きそうだな。うん、やめてくださいよ。うん、いやだから泣かないでくださいって。うん、泣く、いやだよ、泣かない泣かない泣かない泣いた、やばい、あー泣いた、あーおじじまた泣かしちゃった。あー真っ赤です顔、まさしく赤ちゃんです。ちょっとお孫ちゃん、ちゃんと東京行けますか、大丈夫ですか。いやー、おじじまた泣かしちゃいました。なんでおばばだと泣かないんですか。なんでおばばに抱っこされると泣かない。あー泣く、あ同じか。あー、そっかそっか、まあ、頑張って東京行ってください。